もやっぱウォーターブルニューワールドって東京ドームでやったことなかったんだね。あ、そうなの？そうなの？やった気持ちあった。いや、わかんない、わかんない。やってなさそうじゃない？わかんない。あれ？あれ、私海の船の上で海。あ、そうだ。そうだそうだ、もう衣装取った状態で、うん、そうそうそう踊ってはないんだね、うんうん、そうだやってた久しぶりにやってた衣装のこういうパフォーマンスは本当に久しぶりだった、うん、それは久しぶりだった、そうだね、取るのは、ね、久々だからやっぱドキドキするんだよね、うん、スカートでも主歌がもうこうやって投げてくれるからそう、なんかねリハでは私がほんと履いてるガチのスカートも持ってこうとしてシュカがおーって私もそう飛ばされそうになって体幹が必要だねそうそうでもねやっぱね本番は決めてましたね、うん、飛ばしてたよそう私はもう持ってってもらうだけだからもうね安心してるんだけどでもいい表情してないといけないからねそうねそうねそうねよかったですねモタボを選曲した理由とかある、うんおでも別に自分たちじゃないもんねあれなんかみんながさんが見たい曲みたいな感じで、うんうんうん、やっぱ歌合戦だからこ そうだ、ね、ラブライブシリーズも、ねうん、アクアも負けてられないぞ感はあるかもしれないけど、あれは強いですねウォタブは、うん、素敵でしたねそうそうそうコラボもいろいろそうだよ2日にわたってチューリップは、うん、そうですねあのシンデレラガールズさんのすごくあの人気なうん、楽曲ね、うん、本当に確かにあの曲流れた瞬間のどよめきすごかったね、うん、もうイントロで暗かったから多分誰が出てきたとか分かんない状態で、うん、みんなやっぱああの曲だっていうね、うん、すごいざわざわしてましたね、うん、裏ではキャットスクワットみんな応援してました、ねうん、頑張れそうみんなこのもう、ね、声猫耳につけて、うん、そうみんな大爆笑かわいいって言って大爆笑とかじゃなくてかわいいって言ってみんなねうちの相田さんいいぞとだってあれスタジオリハではあれ一人でやってたあれそう言った方がいいよマジでマジきつかったよねあれそうなの見守られながらみんなにあのオーディションかと思ったもん全スタッフさんが前にこうやって座ってはこんな感じで、ね、私はさもうこうやってさもうやってるわけよ、うん、いや、うん、あの見てたよ結構久々に心折れるかと思った、うん、セリフも一人でやったもんね、うん、全部一人でさやってそう猫耳つけてくださいって言われて、うん、ねでも楽しかったですようんうん、本番はもう素敵に輝いておりましたよ